火星学とは、家庭生活を中心とした、人間生活における人間と環境の相互作用について、人的、物的両面から、自然、社会、人文の諸科学を基盤として研究し、生活の向上とともに、人類の福祉に貢献する、実践的総合科学である。この定義は、日本火星学会において採択された、火星学未来構想1984に基づく、 ものである。火星学は学問として成立する以前から長い歴史を持ち、現在学問として確立されつつあるが、様々な環境の変化によって、学問としての火星学とは何かという定義に対し、根本的な疑問が投げかけられている。また同時に、名称問題も課題として上がっており、アメリカ合衆国火星学会は1994年6月にアメリカ家族、 消費者科学学会と名称を変更し、日本においても、家政学が、キロに立つという、新たな方向性から、家政学の存在意義が問われようとしている。現在では、家政学は、男女関係なく、行われることが多い。家政学部アメリカ合衆国ニュージャージー州ユニオン市の、高校における、家政学用教室家政学前市、江戸時代受教思想により、孤児によりも、 家が重視される時代、家父長制の家族制度であった。家政思想に、良妻健母主義という考え方であった。この考え方は、後世の女子教育館に多大な影響を与えることになった。この時代には学問としての家政学も、教科としての家政教育もまだ現れていなかった。家政学の発展明治時代女子は、良妻健母養成のため家庭科の中でも、手芸と、 裁縫教育が重要視された。家政学の本質を規定しようとする見解が芽生え、早くも家庭科教育の意見を出て、家人の監督も含めた形で、女子の自覚と責任による家族経営の重要性が盛んに主張された。ホームエコノミクス運動が広がっていたアメリカで1890年代に女子教育を専攻したナルセに増が1901年に、 専門学校、日本女子大学校を創立し、家政科が設けられた。同時期に、安井哲が、明治政府の文部省派遣留学生として、都営するなど、欧米で学んだ、家政学の方が,が、日本の女子教育に導入されたが、主に家事、裁縫といった、技術中心に発達していった。対象、昭和初期民主主義の機運が高まり、生活の問題が取り上げられ、 生活の科学的、実証的研究の必要性が認識され始めたが、経験や感による家事技術から食物、被覆分野の自然科学的実験法による実証的研究へ進展した。太平洋戦争が勃発すると日本本来の家意識が喚起された。家は国力を培い、戦力を養う根源体であると認識された。 戦争が厳しくなると、労働力の確保の観点から、戦時下において、家庭生活は労働力の再生産の場であるという認識が示され、最低賃金、最低生活費、休養と栄養等の研究が盛んに行われるようになった。特に、大熊信行は、経済学者の立場ではあったが、科学としての家政学を追求する姿勢を示し、家政学言論を、 火星学以外の分野から問い直し、構築しようとした。彼の火星の本質は生産性にあるとする生命再生産理論は生活経営体を研究する火星学の創造の必要性を問う研究で火星学にとって極めて重要な意味を持つ。しかし火星学にはそれに応える準備はまだ十分ではなかった。この頃、 家庭科という教科と家政学という学問を区別して、家政学を一つの科学にしていこうという動きは徐々に始まった。科学としての家政学の成立戦後を迎え、民主主義の基本理念である日本国憲法の制定と交付がされ、日本はこれまでの封建的な家本位の家政官から解放されるようになった。個人主義、男女同権を謳う。 民主的な家庭の建設という家政思想のもとでの、新民法の交付、教育基本法の制定、交付が行われ、家政学成立の基礎が確立されつつあった。新生大学が設置され、女子大学の設立と家政学の発展に大きな影響を与えた。しかし、当初女子大学における家政学部の必要性について、女子専門学校の家事課、裁縫課は実技を、 特に重んじているため、火星学がまだ学問として発展しているとは言い難いとされ、中等教育で十分という認識により最初は見送られた。1948年、初めての女子大学の設立が認可され、日本女子大学が新生大学として火星学部を開校した。これによって科学としての火星学が研究される素地が誕生した。百四十九年、 火星学並びにその教育に関する研究の促進と普及を図ることを目的とした火星学会が創設され、名実とともに火星学が成立した。火星学の発展火星学の研究と教育が学会の活動を通して活発に行われるようになった。しかし火星学とは何かという火星学そのものを問う議論はまだ続けられた。1968年には 家政学会の中の分科会として家政学言論研究委員会が発足した。高度経済成長によりこれまでの価値観が変化したことにより生活様式や家族関係に微妙な影響を与えた。そのような変化に家政学がどのようにアプローチすることができるかということが問われたのが家政学言論である。家政学では 食物や被覆等の自然科学的分野の研究が多いが、個々の専門性が強く出てくると火星学という共通認識が薄れがちになる。火星学とは何かを問いかける火星学言論の重要性がやっと火星学者の中から認識され、特に家庭経営学や家庭経済学の研究者の手によって研究されるようになってきた。九百七十年から百七十二年に かけて、火星学言論委員会が火星学の定義の原案を作成した。日本の火星学会が火星学の定義をこのような要請によって発表することによって、初めて火星学の定義が公式の機関によって認知された。1970年、火星学の意義を火星学は家庭生活を中心として、これと緊密な関係にある社会事象に延長し、 さらに人と環境との相互作用について人的、物的の両面から研究して家庭生活の向上とともに人間開発を図り人類の幸福増進に貢献する実証的実践科学であるとまとめている。この定義はアメリカ化星学会の影響を強く受けたものと言われている。この当時日本には火星学の概念規定の確立がなかった。 1980年代、火星学が発展してきているにもかかわらず、その目的、対象、方法などについて、火星学者の中で一致が見られず、また、様々な分野における個別的な研究が文化的に進む中、火星学とは何かという火星学の最低に問題が浮上してきた。そこで1984年、火星学将来構想1984において、 家政学の定義を、家政学は家庭生活を中心とした人間生活を中心とした人間生活における人間と環境の相互作用について人的、物的両面から自然、社会、人文の諸科学を基盤として研究し、生活の向上とともに人類の福祉に貢献する実践的総合科学である。とした。この定義は1970年の定義を 基盤としているが、火星学を実践的総合科学とした点が新しい側面である。この中には将来への展望として20世紀の終わりまでの将来への具体的提言が掲げられた。大きくまとめると学問としての火星学の本質に関する問題。すなわち火星学の目的、対象、研究方法からそれに伴う独自性の確立まで。 火星学研究の現状やそのあり方に関する問題。すなわち研究、教育体制から学会組織、学会誌家庭科教育との関連まで。火星学の社会、人類への貢献に関する問題。火星学の研究成果の社会に対する直接的還元から生活研究、国際的視野に立った今後の火星学の方向まで。この 火星学将来構想1984は、序文に、学会会員の長年の悲願であった、法人化の達成、学術会議への参加、国際協力の組織化などの目標を、一応足した区切りの段階の理定表として、火星学を世に問うものとしてまとめられたものである。このような一つの学問に対する、将来構想というものが学会を中心に、作成されることは、 他の分野の学問では、極めて稀なことで、火星学の持つ歴史がそれだけ浅く、確立されていない学問であることがわかる。また、火星学の学問的な将来構想というより、火星学を取り巻く状況の再構築という感が否めない。これは、火星学の学問的な未熟さに加えて、火星学者を含めて、火星学に対する認識の低さが原因となっていると、言われている。 これからの火星学1994年6月、アメリカ火星学会の名称変更が発表されると、日本の火星学会も、再び火星学は何かという、古くて新しい問いに模索を始めることとなった。1995年、火星学会言論部会のテーマにも、キロに立つ火星学が選ばれ、アメリカ火星学の影響を大きく受けてきた日本の火星学及び、 火星学会は今後、学問と学解明の変更についての議論が増えると言われている。また、火星学という学問が確立される前に、火星学という言葉自体が有名無実のものになってしまったり、分解してしまったり、範囲が曖昧という切実な問題点を抱えている。特に火星学会言論部会以外ではほとんど関心に上がらず、議論も行われていない状況である。 火星学の新たな方向づけを行う必要がある段階に達している。火星の認識目的、家族、家庭を豊かにすることであり、より良い生命力を作り出すという機能の実現。火星学の認識対象、火星。これは、家族、家庭という組織体を対象とする場合と、家庭生活を問題にする場合を含む。火星学の認識方法、科学。自然科学。 社会科学、人文科学があるが、火星学はどれか一つに入れることは難しいため、総合的実践科学と見る場合が多い。火星における本質的価値は、より良い生命力を再生産することである。また、手段価値は、家庭生活から見たライフスタイルによる価値観、持ちーる主言、情報によって、多くの価値観が作成される。生命を生み出すこと。 共同生活を通じて部位する。家族の精神的、肉体的に慰安機能を果たすこと。家族の生活を一つにまとめること。家庭生活において幅広い文化の伝承をする機能。家庭は社会の主要な構成単位を形成し、社会を動かすこと。さらに、生活領域学としての食物学、被覆学などの学問領域がある。家庭管理学の中身は、 統括領域にのみに終わるのではなく、生活領域も取り入れる。すなわち、経営経済学的内容と技術学的問題の両方を含める。このほか領域学に今後問題になっていくべき、余カ論、女性論、老人論、福祉論が含まれていくのが妥当という考え方が強い。火星学言論、本質を問題とするもので、性哲学、理論火星学と言われる分野、 火星学の性格を論ずる。火星史火星に関する歴史で、この中には家庭、火星史火星思想史火星学史がある。比較火星学、日本と外国の火星学の比較であり、さらに広げて、火星としての家庭生活の比較を問題とする。主に地域性という面的な広がりとしての比較である。現実の火星学からすると、主に生活環境学的な立場で問題とする。 家政学基礎、家政学の領域における基礎分野である。講義には人間形成や生活に関わるすべて対象になるが、直接的に家庭生活と結びつきがあるものに限定される。家庭経済学、個別の家政の経営問題。家庭生活領域学、生活各領域を問題にするもの。管理的側面と生活技術的側面を含む。 生活行政学、家庭生活、または消費者のための行政問題であり、生活に関する行政一般のほかに、下記のいろいろな内容領域を含む。応用家政学、家政学は主に個別家庭生活を対象とするが、家政学を広く社会生活全体に応用する。物家政学は、生命力の再生産を問題とするが、家庭経営内のみではなく、 家族と生活を取り巻くニアエンバイロメントとファーエンバイロメントに分けて考える必要がある。競技の家庭経営学の問題としても扱われるが、消費問題や環境改善の方向などを考えるとき、生活行政学も関係することになる。家政学は家庭生活を中心とするが、同時に幅広い生活環境条件も対象になり、基礎科学や関連書科学と結びつきが強い。 家政学は実践性を重視し、生活に対し良い影響を与えることが目的である。このことは家庭生活の向上と社会経済の発展に結びつくものである。家政学は多くの面での活用を期待されている。一般教養の向上日常生活の向上家庭管理者になるときの準備教育職業に対する教育準備社会的生活環境の 改善本文中で述べた通り、火星学の英訳は、ホームエコノミックスであるが、アメリカ火星学会は、アメリカンアソシエーション・オブ・ファミリーコンシューマー・サイエンシズに、名称変更されている。そのため言語管理ンクでは、ファミリーコンシューマー・サイエンスを優先してある。したがって日本語で意味するところの、火星学を、英語版ウィキペディアで参照する場合は、の双方の記事を参照する。 必要性が出てくる。十分に留意されること。2017年4月21日現在、ファミリーコンシューマーサイエンスから、ホームエクナミックスへ、リダイレクトされる。AB 我が国における、家政教育の制度化過程、学士学位プログラム高等教育研究第80、第8巻日本高等教育学会、P205 から221日本女子大学校、最近学校評論。 ウスターローチョ、ありがとうございます。